時の振りめっちゃ早くなっとる。あ、ということでどうも、ソガです。ラムランナーやっていきます。あのガントレットをつけたことでやばいやばい、装備の振りの速さが半端ない速い。これは敵とのまあボス戦とかでめちゃ便利なんだよな。巨人墓場を回ってもどうしようもなんか進展がなさそうだったら、進展がなさそうやったら、あ、やった。あれ？やった言うたけど。あ、これダミーな。ちょっと待って。なるほど。それは二段ジャンプ10はここか。ここから行ったらよかったんだ。なるほどね。あ、やったぜ。ってことはこれで聖杯のところが行けたー。ここは巨人墓場、悲しき巨人たちの墓場なり。これ入った？あ、裏やけん入ってないんや。そっかそっか。いやでもよかったよかった。あれ、こっち何？え？音楽なくなる？怖いんやけど。え、何ここ？え、しかもめっちゃまっすぐだ。え、何？あ、自分のジャンプの音がめっちゃびっくりした。何これ、あのロックマンのボス前の通路。ボス？あ、ここあれやん、アイアンマン消える。そっちのアイアンマンが消えるんですね。あ、何、え、ちょ、あ、はい、やったでも効きませんからね、その呪い。ボコボコにするぞ貴様。やったぜ。オッケーオッケーオッケー、いいですね。ん？で、そこが開いて、え、だから何みたいな感じになったんや。え、あ、ただここが繋がったよってだけか。マジか？いや、まあ、嬉しいんやけど、なんか装備欲しかったな。まあ、贅沢は言いません。あの、今からね、巨人墓場を大いに散策というか、残りの箇所を、そう、あと、ここは多分右半分だけや。よし、じゃあ、ちょっと探索しよう。つっても左下の方の宝箱とかも取れてないものがあったけんな。多分な、なんか氷を溶かす系の装備があると思うよな。まあ、ここじゃなかったら、その、どっか燃えたぎるとことか、灼熱洞窟とか、あれちょっと待って。おや？待って。あれ？こっちはどうやって行くんですか？こっちどうやって行くん？え？こっちどうやって行くん？どういうことだ？なんかあれか？だってこれ壊せれんもんな。え、マジで？ちょっと待って。何が大いに？僕も行けんもんな。何？やっぱあれなんかな、氷溶かせるなんかがあって、なんかここのと氷溶かしそうやもんな。え、なんか、熱を持っとる何かがある？ないもんな。ちょっと待って、ちょっと手裏剣投げてみる？ダメか。なんか手裏剣は結構数があるけん。あ、まあ、車手裏剣。ダメっぽい。マジか。あら。こいつは、ちょっと一旦先の戻ろう。あ、そういえばここって来ようとしてやめたんや。男と女が出会う。男の中に生命の種は生まれる。はあ、はい。ちょ待って、まずい。ちょっと待って、待って。許さねえ、あいつ。ただ、ここどうやって入るの？ここも難しいよな。これ、どうしたらいいの？どっかからここに入って、この右のエリアか。ちょっと待って、ここの右のエリアか。3個並んだやつの真ん中か。
ここか、3個並んどるの真ん中いけん、ここか。でもいけんくね、痛い。ここ通れんもんな。ないな。ちょっと妖精連れて行ってみよっか。うるせえ、精霊。ほい。何？黄色い妖精。何？鍵持っとるけど。できればピンク色が良かったな。個人的に、今からちょっと、馬ごとき倒しに行こうと思うんですけど。ちょっと、マジ、この魔法使い。よし、行こう。ちょっと、万全じゃないけど。勝つぞ。行って。ちょっと待って。やばすぎ。あ、避けれた。ちょっと待って。ちょっと待って。妖精さん。妖精さん、妖精さん、ちょっと待って、危ない危ない。あれでも意外となんか、立ち回り的には、素早く動いとるけん。痛い痛い。ちょっと、ちょっと、お前上の位置で降りすぎだろ。うわぁ！ヒヒヒヒ。いや、でもな、ちょっと分かった、分かった。あれ、ピンク色の妖精引けたら勝てるわ。やっつけるぞ、今度こそ。ちょっと待って、あいつ、解き止める前にさ、殴ったらさ、固まらんかって言うの。うわぁ。ちょっと待って。いや、妖精ちゃん。そこ今帰ったらいいとこちゃう。くぅ。やば。ちょっと待って、マジでむずいぞこいつ。そもそもさ、あんな時止めるんや無理やん。どう考えたって妖精の力借りたって。これ一回あいつのことを死にしてからさ、女王様に会いに行ったらいいんちゃう。これで無限回路行って、話を聞いてみたら何か言ってくれるんちゃう。あー、ダメです。マジあいつちょっと強すぎるんやけど。あれ、時止めを無効にできる方法ないんかな。もしくはあれかな、でもあそこの盾って偽物って言ったしな。ちょっとなんか別のどっか行こうかな。ちょっと前に一回引き返した新しいエリア、何やったっけ、なんかめちゃくちゃヤバそうなところに行こうかな。どっから行くの。ここなんか聖母の方からも、聖母っていう雰囲気じゃないしな、そもそも読めんし。これどなして乗ったらいいの。一体ちょっと待って、あかん。いや、一体やばい。ちょっと待って、ここ乗れるか。いや無理。いや、ギリ届きそう。オッケーオッケーオッケー。これ何、女の中で眠りにつけ。これこの絵完全にあれやんな、月光の静電やったっけ。女の中で眠りにつけ。ちょっと待って、危ない危ない危ない。とりあえず上行こう。あ、ちょっとから入る。バハムートのくさび。ちょっとこの男の子何。何これ。あ、こっちからはいけないですよパターンか、これ。もしかしてこれ左は。あ、どこも壊せそうに。マジか。ちょっと待って、待ってよ、待って。女の中で眠りにつけや。ちょっとそっちだったら P
ピンと来とるもんあるぞ。これ宝箱開けれるかもしれんぞ、もしかしたら。これさ、眠りにつけって書いとったんさ、これポーズしたら小杉寝るんよな。ね、寝ろ寝ろ寝ろ、どうなる？え、ダメ？寝る、他に寝る方法あるか？え、ダメか、マジか。てっきりそれかと思ったんやけど。ダメそうやな。マジか。小杉ポーズにしてなくてもなんかずっと放置しとったら寝たりするかも、もしかして。ちょっと放置するか。ダメそうやな。ていうかそもそも女の中でってことだけど、多分このエリアの中で年買ったらいかんのか。このエリアの中にどうやって入ったらいいんやろ。お腹の大きな女性のやつが書かれてる。はい。ここ若干隙間あるんよな。でもここで武器使ったら絶対ボコされるけんね。参ったな。いや！え？あ、何？いや、読めんし。オッケーじゃないし。え？びっくりした。でもこれあれやんな、多分武器使ったらまだボーンされるけんダメなんやな。くっそ、マジイビルコウモリが鬱陶しいぜ。どうしよっかな、あそこ行くか、もう一回。あのなんかサンダーがおったところ、今だったら二段ジャンプできるけん、あいつをかわしながら行けるかもしれんぞ、先に。ピットポイントが結構ピンチやぞ。行けるか。急げ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 。やばいやばい、来る前に行け。危ねえ危ねえ。え、なになに、ちょっと待って、今あれか。蛇つけとるけんか。何？大きな土の人形掴んだ。空飛ぶ黄金の鍵を持つ。どういうこと？ちょっと待って。やばい。やばい。やばい。あ、オッケーオッケー。ナイス。ナイスナイス。そのタイミングナイス。ここ何？何のエリア？危ねえ、気づかんかったわ。危ない、マジで。これどうや、これでどうなるんすか。あの下のやつが取れる。おいほいほいほい、来た。あ、来た。何、大地の槍を手に入れた。よっしゃ。何何これ、どうなる。特殊な金属でできた槍、床を突き抜ける。槍の形をした光が真下に飛ぶ。どういうこと？特殊な金属でできた槍、どういうこと？これあれか、もしかして一体あの氷に入ってるやつを貫いてくれたりするんかな。ちょっとあのここの中ボスやっつけんかったけど、多分あいつやっつけたらあれなんかな。この先の下側にも行けるんかな。ちょっと一旦この槍持っていこう。あそこ、よいしょ、ちょっと待って、はっ、いったダメやん。まあでもサブウェポンはあと一つかってことは、あのなんか手榴弾みたいなやつだけか。どこにあるんやあれ。ていうかどうしよう、ちょっともうあのなんかサンダーみたいなやつ倒すか。ちょっとどんだけできるか知らんけど、試しに今チラッと行って、まあ、このヒットポイントで
できるかどうかわからんけど、まあ、倒せたら儲けもんぐらいでやろうか。いてヒットポイント全然足りんけどね。あれでもいた、ちょっと待って、攻撃通っとったの、いったダメだった。わーい、開いた、ここ開くん、え、やば、ちょっと待って、一旦、え、どうしよう、さっきこっち行くか。これ何、あ、マークがあるの、何のマーク、何、逆転の発想、わしかもしれない、なんでや、誰やねん。そろそろラムラーの文字がわからないと解けない謎なんてものも出てきたんじゃないでしょうか。暗記するのんのん、逆転の発想じゃん、翻訳するからラムラーな文字がわからんのじゃないかな。ほほほ、ちっとは頭も使いましょう。ムカつくぜ、どういうことや、いて、いった、いた、ちょっと待って、ちょっと待って、うわー、よし戻ってきた。これがちょっと待ってよ、いた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 、とりあえず骸骨邪魔やけん消えよ。これさ、1、うわ、でもわからな、待ってよ、見た目的に、いや、どれも2っぽいし1っぽいもあるし、わかんねえ、でもさ、総当たりでいったらさ、体力いくぞって思ったんだ。ダメか、いた、ダメか、全然違くね、マーク全然違くね、これ何を表したん、結局そう、ちょっと待ってよ、右下がなんか5っぽく見えるんだな、どういうことやこれ、ダメや、これダメなんや、これやり直さないかんの、またむずいやー、ちょっと総当たりをやろうと思ったんですが、なんと、まあ、最初の1個が全然当たらんかったんやけど、最初の1個がこれでした。でこの後、うわー、こっから5分の1か、どうしような、まあ、とりあえず右上やるかと思って右上壊したら、まさかの開きましたっていうちなみに中身がアンクジュエル武器でもなんでもない、マジかよって。まあなんかその間違ってアイテム使ってしまうとき、この消費系のその防止としてちょっとこれでセットできるけん、まあそれでありがたいぐらいかなっていう。マジか、ちょっとあの電気のボス倒すべきよねやっぱいや、そのうち倒しには来るけど、ちょっと今は無理かなっていう感じなんよな。待って、早い早い、ダメやね、ダメや、あそこで避けられると終わりや。よっしゃゴリ押し、いやもうこれは完全にずるい、正直だがしかし許してほしい、小杉が強くなったことでこうできるっていうことで許してくださいてかこのめっちゃ速い犬何なの、これ何、本でこれ何、あ、でも裁きの目があるけんやばいな、は、何、翻訳ソフトが旧字体を 20% 学習した、何の話、何の、そ、どういうこと、何、 AI にでもなったんか。山の女神は姿を変える、嫉妬、戦いを好む女神へと、その怒りを収めるには地に伏して祈るしかない、これがそうやって書いてある、わかんね、あの山はなんか山っぽいで女神の、あ、女は女性の体の
なんか絵になっとんかな。へえ、あ、確かに。こういう風に、あ、ちょっとこれ、学習としておいとこう。いやー、ちょっとな、あの、雷野郎もこれぐらいちょっとシンプルにいった。雷野郎もシンプルにこれぐらいでいけたらいいんやけどな。ちょっと待ってよ。ちょっと怖いな。大丈夫かなこれ。なんか、やっぱりね、やめとこう、やめとこう。もう、お手出しません。すみません。申し訳ない。え、何？すみませんでした。せっかく買ったけんな。ちょっとあのはしごの上行くか。まあ、最悪死にそうになったらもうセーブしよう、セーブ。もったいない。は？ここ何？ギルドがあるってこと？それはめちゃくちゃ期待するよ。あ、でも天罰の目もある。気をつけないか。何これ？なんか見たことあるな。ビーナス？なんやったっけ？なんか。多分この中やろ。は？読めないなら勉強すればいいじゃん。あ、わしーちゃん。古文書リーダーの開発元に電話して聞いて、あ、すごくね？どこに電話やった？古い文字を翻訳するためには新しい文字と古い文字で同じことが書かれておるような古文書をソフトに読ませるといいそうじゃ。両方の文字を比べてソフトの辞書が学習するってことらしいわ。ただし一つ読んだぐらいじゃ学習が足りないらしい。最低でも3つぐらいは両方の文字が書いてある古文書を読ませなきゃならないらしいよ。まあ、とにかくいっぱい読んだらいいってことだよね。っていうかさ、これどこにあるんギルド。ギルピー、違う。え、なんかギルドあるよって落としたよな、さっき。うん、ある音しとるけど、どこや？下手に手が出せん。怖い。やば。どうしよう。え、ないもんなんやって、ここ。かといって、なんか変に、やって、これ多分天罰食らったの死ぬもん。どうしよう、ちょっと。さっき一回セーブして戻ってこよう。セーブしてこう、一回ちょっと。危険な匂いがする。よかった、でも進んで。ここなー、何があるんやろ、どこにあるんやろ。ちょっと一旦このさエリアのさ聖杯みたいなの見つけたいよ。さっきん、ここ天罰おる、おらなさそう。赤く光る十字架は裏と表をつなぐ道しるべ。赤く光る十字架なんかあったっけ。え、これどうやって入るの。やば、まあ、即死系トラックがちょっと多いな。これ右、これどうないの。ちゃうよな。いや、でもこれなんか壁をさバス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 ってしそうな気がするんや。やっちまった。とりあえず一旦上行くか。あれどうしようもないもんな、あそこの重しおもり。あ、よっしゃ、オッケー。ここは滅びのと願い叶わず滅びた夢の後なり。何このゴチトラは。これ敵？一回ここ出ていこう。危ない、ここは危険。あー痛い。あは、ここ上登れるの。登れんや。ちょっとこっちは一旦無理か。マジここなんなんやろ。ここ開けてほしいんやけど。じゃあちょっとここのギルド探すか。痛い目に遭ってでもいいけん。マジでギルドが欲しい今。俺はギルドを探してる。いってー。んー、なんかバスバスっつったな今。バスバスっつったね。いや、でもここっぽいぞ。ちょっとあれやな、場所移動すっか。もう一旦今はこれ無理や。またあるなあれが。
で、ここはないな。どうした？行って、サラマンダン。サラマンダンは鬱陶しいぞ、あいつ。はいはい。え？うわーい。謎がいっぱいすぎる。ん？行った！ちょっと待って、やばすぎる。ここ。はい、ジョーカーを作りし人々、偉大なる母の力を真似し者、命を生み出す力、我らを生み出す力、その願いは叶わず。はあ、あ、ここ壊せそう。壊れろ壊れろ。壊したけど俺はそっちに行けん。あ、またあのマークがある。ちょっと謎がすぎま、ん？待ってよ、これなんか動いとるやつと動いてないやつの違いは何？でもこれさ、叩いたらまだ天罰下りそうなんよな。やめとこう。おい、天罰が怖いんです。なんやろ、あそこの重りやったらこっちの宝箱が開くとかなんかな。で、ここ天罰の目ないよな。オッケーオッケー。うわぁ、うわぁ、納得できねー。あれでもそうなったらもう行けるとこなくねえか、こっち。あぶね、いったい。これどうすん。あー、でもあれ下に扉がなんかあるんか。回っとるやつと回ってないやつの違いがわからん。あれ？これはセーフなんだ。うわ、わからな、マジで。ちょっとむずいぞ、今回。ここの謎解き。なんか敵を適当に。やっつけすぎたせいで。あいつらのなんか出しる光線受けてみる。なんか加護を得られるからね。お、特に別なんもないんや。どうした？俺に力をくれようとしとんじゃないの？なんかあれか、光でも放つか。そういうわけでもなさそうや。まあそうなるわな。あ、ちょっと待って、わかったかも。さっきのところはわかったかも。あれか、当たらんかったらいいんやな、あそこに。だけどこれや、車手裏剣じゃ、痛い。車手裏剣で転がしてきたらいいんや。いった。ほい、いった。え、なに？いや、ダメかい。あ、でもあれなんか賢者の印みたいなのがあるんかな、それ。これどっからどう入るの？痛い、なに？何にダメージを受けたの？さっきから。言って、何にダメージを受けんの？なんか、回電波が発せられたのか、ここ。あ、でもそういうわけじゃないのか。ここは平気か。あそこに重りがあるのが見える。うっすら。これ中に入りたいけど、どうしたらいいの？いえー、あそこ行きたい。くっそ、もやもやすんな。いや、でもこれもうダメやな。
ちょっとお手上げやね。滅びの塔、ちょっと訳がわからなさすぎる。しょうがない。もうそろそろ覚悟を決めよう。時止め馬もどき、ちょっともう、あいつをしばこう。もうあいつをしばかんかったら多分、進められん。